神宮球場のゲームを華やかに盛り上げるパッションの皆さんのパフォーマンスステージです。もうすでにその時を待ってくださっております。持ち前のルックスとハイレベルなダンスレッスンで鍛え上げられた彼女たちの情熱的でエネルギッシュなパフォーマンスにご期待ください。そして今日はなんとつばみちゃんも一緒です。ぜひこの後のお時間、限られた時間ではございますがお楽しみください。それではダンスチーム、ファッションの皆さん、そしてつばみちゃんです。よろしくお願いします。勝ち越しスリーランホームランで勝利し、なんと3連勝となりました。
一番可愛い、はい、ちょっと置いといてくださいね。はい、さあ今日の予告戦、サツマスフォローズブキャナン投手となっております。本日も熱い声援で盛り上げていきましょう。そして両チームのファンの皆さん、さらにさらに熱い応援で神宮球場を熱気いっぱいにしていきましょう。さあ先ほど2曲披露させていただいたんですが、歌唱はパフォーマンスはオープニングとイニング間に行っております。先ほどの2曲はイニング間にパフォーマンスしてまして、声も出して楽しめる曲となっているので、皆さんもぜひスタンドで盛り上げてください。はい、つまみちゃん何ですか？グッチ待ってるから帰る。ええ、まだあるよ曲。踊るでしょ、踊るよね、踊るでしょ。いやいつもグッチさんグッチさんってね言ってるんですけど、帰んないで、まだやろうよ、やろう。え、がっくりじゃなくて一緒にやろうよ。ダメ、ね、皆さん一緒に見たいですよね。ほらつまみちゃん、暑いけど頑張って頑張って、いい、はい、ありがとうございます。さあそれでは次の曲に行こうと思うのですが、曲の紹介からさせてください。まず次の曲、神宮球場や他の球場でもきっと耳にしたことがあるんじゃないかなと思います、野球場へ行こうです。そして最後の曲はスワローズといえばこの曲、 We are the Swallows です。知っている方はぜひ一緒に踊ったり手拍子も一緒によろしくお願いします。つばみちゃん準備は OK ですか？はい、頼まると楽しんでますかね。はい、皆さんぜひステージにもご注目ください。それではミュージックスタート。だから僕たちみんな野球場に連れてって、だから僕たちみんな野球場へ行こう。その名前さりま